今日はトマトの畝を立てていきます。まずは真ん中の通路を確保する感じで真ん中ズドーンとやります。で、通路の幅を確保するために折り返して土を上げていきます。で、次に周辺をぐるりと回って土を上げていきます。トマトはね、湿気を好まないから少し畝を高くしておけばいいんだけども、まあ、ここの畑はね、水はけいいから、まあ、そんなに高くしなくてもいいかなっていう感じです。元肥には培養の有機と卵の殻も入れてます。カルシウム不足になると尻腐れ病が出るから、カルシウム補給と、まあ、pH 調整っていう感じで卵の殻入れてます。ゴミに捨てるのもったいないからね、再利用してます。で、次はアメリカンデーキで整地していきます。梅の表面を慣らすのと同時に大きな石や草を除去していきます。俺は 2,3 周して終わりにしますね。で、隣も同じようにやっていきます。鳴らし終わったらマルチをかけていきます。最近はね、この杭でマルチを止めてるのね。これね、コロナ前はね、100個で800円くらいだったんだけど、今1200円くらい値上がりしたね。それでもまだ安いよ。土をかぶせるよりは楽な気がするからこれ使ってます。で、余分なマルチは折りたたんで杭を刺していく感じ。折りたたむことでその部分の強度が増して外れにくくなるね。まあ、こんな感じのことをもう一つやるんだけども、まあ、カットしていきます。こんな感じになりました。ちょっと不格好なんだけどもね、最終仕上げをすればかっこよくなります。枯れ草とかを通路に敷き詰めて最終仕上げ、これが最終仕上げになります。これをやることで土を踏み荒らすこともなくなって、敷き草の下で微生物たちが活動して土作りをしてくれるのさ。畑の中で堆肥を作るっていう感じかな。まあ、極度の腰痛持ちの俺がさ、楽に腰を痛めずに土を作るためにって考えたらこの方法に行き着いたっていう感じかな。作付けが終わったら通路の草も一緒に耕していいし、そのまま次の年復興期の根として使ってもいいし、その辺は自由にやってもらえればいいかなと思います。追肥は敷草の上に巻いてやってますね。俺は米ぬかとか油かすをメインに使ってます。除草した草や野菜くずを、この敷草の上に入れていけば、生ゴミも減らせるし、どんどん新しい土が作られていくから、ね、いいと思うんだよね。エコな感じの土作りになるかなと思います。堆肥はね、畑の中で作ると楽に土作りができるから、まあ、俺はこのやり方いいと思うし、これのやり方で病気とか害虫で困ったことはないです。むしろね、生物性が良くなって、生物が増えて天敵も増えて抑えてくれてるのかもしれないなと思います。最後に見栄え良くするためにほうきで掃いてね、本当はやんなくてもいいんだけどね、風で飛ぶから。で、俺はこんな感じで畝を作って、野菜と土を育ててます。まあ、何かこれで参考になれば幸いです。